ngajarin tentang bahasa Indonesia. そうですね。センリが歌ってくれて、ナビラが踊ってくれたので、私はインドネシア語を皆さんに教えたいと思いますと言ってくれてますね。日本人の皆さん、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語上手なんね。はい。ということで、ですね、じゃあ、何を教えてもらえますかね。まあ、いろいろあると思うんですけど、やっぱり皆さんも、JKT48 のメンバーと直接こう交流できる握手会なんてね、あの向こうでも開催してるんですけれども、その時に使える言葉をちょっと聞いてみましょうか。ジャディーン。モンキン、プログラム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 。モンキン、私の名前は、はい、これ私の名前はに当たるものを教えていただきましょう。バーサインドネシアニャ、バーサインドネシアニャ、ナマサヤ、ナマサヤですね。これ皆さんで一緒に練習してみましょうか。先生が発音してくれるんで皆さんちょっと反応してください。じゃあ練習してみましょう。ナマサヤ、ナマサヤ、さらにさらにさらにナマサヤ、すべて名前。じゃあ、ナマサヤの後に自分の名前を言ってみてください。例えば僕だったらナマサヤヒロってことになりますけども、皆さんもぜひそれについて言ってみてください。どうぞ。じゃあ、ナマサヤ、ナマサヤヒロ、ナマサヤエリカ、エリカ、おー、エリカね。おー、これでコミュニケーションを取れるわけですからね。ナマサヤエリカ、ナマサヤなんとかって言っていただきましょう。それからじゃあもう一個ぐらい教えてもらいましょうか。ジャディ、あ、じゃあ、あのフェイが握手会の時に言ってほしい言葉とか聞いて皆さんに言ってもらいましょうか。ね、フェイが魔王ってことかね。魔王って方じゃないか。apa ya? coba mungkin ada masukan dari penonton ya? おっと、じゃあファンの皆様にこうフェイに会った時に言ってみたい言葉を募集しましょうか。単語がいいですかね。できれば誰か、どなたか。あ、じゃあ一番早かった彼。ハローフェイ。ハロー。サワチア。サワチア。こんにちは。こんにちは。私もインドネシアから来たよ。インドネシア、インドネシアに。もちろん。何も言う調子。あ、フェイ。頑張ってしなぎ。コンプだね。マスコンプだね。Jadi pertanyaannya, kalau ketemu V, mau katakan apa? Jadi, enggak, kosa kata aja, satu kata aja. Ya, jadi nanti dia jadi bahasa Indonesia. Yang kedua. Ah, 愛してます。愛してるかね、愛してるんだ、バーサインドネシアニャ。愛してるは、アクーチンタカム。アクーチンタカム。じゃあこれまた一緒に練習しましょうか。じゃあ先生お願いします。ラテンね。アクーアクーチンタチンタカムカム。いいですね。センラギア、もう一回ちょっと後ろの方もぜひ一緒にお願いします。アクーチンタカム、アクチンタカム。おお、すごい、ヘンバー、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まさかあのさっきミーティングした時に、まあ、可愛いとか綺麗とかダンスが上手いっていうのが出るんじゃないかって言ったんですけど、まさか愛してるが出るとは。ありがとうございます。素晴らしい言葉でした。それではですね、ここで次にですね、もう一曲、サトナクラニエ、アリアニアニエね、はい、もう一曲披露していただく準備があるので、皆さんじゃあちょっと準備の方にいると思います。はい、ちょっとこれ準備をしている間にですね、次にやる曲は、というのを可愛くやってくるということですね。じゃあ全員よかったら皆さん一緒に踊ってみてください。
それでは聴いていただきましょう。恋するフォーチュンクッキーです。どうぞ。ご協力いただいて、こういった贈呈をさせていただくことになりました。ちょっとちょっとまあ3人の方にフォロー1つしかないんですけれども、ちょっと私たち APP ジャパンの方で用意している記念品をお渡ししたいなと思います。ありがとうございました。JKT48 涙千人の皆さん。写真撮影ですね。はい。はい、それでは皆さん囲んで写真撮影と参りたいと思います。ちなみにサイはインドネシア語でブダック。